はい、皆さんこんにちは、こんばんは。おはようございます。ヤスでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅化動画を配信していきます。この動画でね、白血病や癌になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見てる皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日もね、白血病になった僕がですね、ここまで元気になってね、しゃべり倒している動画をね、見ていただくんですけどもね、まあ、昨日の、おとついなので、まあ、2日前かな、ですね、その日からですね、ちょっと左耳がね、聞こえにくくなってしまったんですよ。なんかこう、パッとこう塞がれてるような感じがしてるんです。でも、こう、聞こえてくる音っていうのがこもってるとかではありませんのでね、なんか不思議な感じなんですよ。でもこのね、いきなり訪れた症状にね、すごくね、こんなにね、明るくしておりますけどね、悩んでおります。まあ、目の状態が良くなってきたと思ったらですよ、次は耳かいなってね、感じですよね。やっぱこれもね、白血病という病気が関係してるんかなと思ってね、白血病、骨髄移植、免疫抑制剤、耳で検索してもですね、どんな組み合わせをね、並び替えてもですね、まあ、今回のようなこの耳に関する情報ってね、上がってこなかったんですよ。ほんでね、耳塞がってるっていう風な感じで検索したらですね、耳管開放症というものがね、上がってきましてね、耳管開放症というのはですね、耳と鼻と喉をつなぐね、管、時間っていうのがこの辺あるらしいんですけどもね、それがこうパカって開きっぱなしになるために起こる病気だそうです。で、耳が塞がった感じがしたりとか、これがね、自閉感っていうのがね、あったりとかね、まあ自分の声やね、その自分のこの呼吸の音っていうのがね、耳に響いたりっていうのもあるらしいんですけど、まあ僕はこれはあんまりないんですけども、まあこれからね、そういうのが出てくるかもしれないんですけどもね、まあそんな病気だそうです。で、そしてこんなね、不快な状態がね、続くとですね、やっぱ精神的にね、こうイライラしてくることもね、書いてありました。もうね、ほんまにね、あれですよね、目のことでこうすごく不安になってたのにですね、落ち着いたらと思ったら、もうね、今度はね、耳だなんてね、こんなことあります、ほんまに。しかもね、この白血病とか骨髄移植でもね、その免疫抑制剤で調べてみても出てこなかったし、 GVHD でもね、あとで調べたんですよ、その後でも、ね、出てこなかったんですよね。だから謎の病気なんかなと思ってたんですけどもね、そしたらね、その時間解放症のページをね、バーって読んでいったらですね、そうなる症状の原因として書いてあったワードがですね、なんとね、脱水症状やったんですよ。もう先日の動画でね、お話しした今僕が体で感じ始めてる脱水でございますよ。脱水症状で苦しんでたと思ったらね、耳にも影響が出てるとなるとですね、ちょっと大ごとになるんかなーなんて考えてしまいますよね。脱水症状も感じるのもね、よう考えたらこれ初めてやしね、今までもその脱水かなって思ってても、ここまでのね、この乾き具合っていうんですか、乾き感ってのはなかったしね、しかも耳が聞こえなくなるほどの、まあね、俺は水分が足りてなかったんかーって感じですわ、ほんまにね。まあヘラヘラしながら喋ってますけどもね、まあでも一難去って、また一難というのはね、このことなんでしょうね。これでね、何度目のね、この一難去ってまた一難なんでしょうかね。この症状はね、自閉感というね、耳がボーっとしたり、耳がこう塞がった感じというね、そのいう感じみたいなんですけども、時間狭窄とか、しくって狭くなる時間狭窄とか、中耳炎などでも見られる症状のようでね、まあその時間っていうのがね、こう開いているのに塞がった感じがすると書いてあります。実際そんな感じなんですよ。ふわっとこう塞がられている感じなんですよ。なのでね、こう唾をでこうプンと飲み込んでもね、鼻を塞んでふんってこう耳抜きをしてもですね、この感じはね、治らないようなんですよ。ほんまにその2日前からね、何回も何回もこうおかしいな、おかしいなと思って耳抜きをふんってしてますけどもね、一向にね、プスンとこう抜けた感じはしません。だってね、抜けてるんですからね、開放症やから穴がね、開いてるわけですよ。開いてる状態なんですよ。で、だから抜こう思っても詰まってないから抜けないんですよ。まあ、先ほども言いましたけどもね、その聞こえてくる音がおかしいわけでもないしね、自分のこの呼吸の音がね、耳に響いてくるわけでもないですしね、ちゃんと耳としての機能はね、できてるんです。しかもね、時間開放症というね、名前ですので、ね、時間っていうのが開いてるんだから問題はなさそうなんですけども、実はこれがね、いろんな症状をね、引き起こしてしまうようでね、まあ、体重の減少症であったりとかね、体調不良であったりね、睡眠不足などの時にね、この症状が見られやすいようなんですけどもね、まあどれも当てはまらんこともないんですけども、脱水症状、血行不良、ストレスと、まあ、血
圧か低血圧はどれもあるんです。運動による、ね、発汗は、ね、ないんですけども、まあ、女性なら、ね、その過度なダイエットでも起こるみたいなんです。でまあ、この中で一番心当たりがあるのが、まあ、今、ね、新しく浮上してきているその脱水症状ですよね。その体重の、ね、減少は、まあ、太らないように意識して、まあ、調節しているぐらいですからね、まあ、減少するようには心がけていますし、ね、血行不良やストレス低血圧なんかまあずっとですしね。でやっぱりねこの2日前までめっちゃこう気温が高かったのも、まあ、それがねすごく関係していてね、体に異変を感じてきた時には耳がおかしくなったので、もうやっぱりこうね脱水症状なんかなと自分なりに予想しております。まあね、素人のね自己診断なのでね、まあ、当てにはできませんけどもね、とりあえずそのなんていうんですか、脱水症状からね脱出するためのね取り組みをね怠らずにね水分をしっかりとってね、耳の調子もねどうなっていくのかをねしっかりとねこう記録しておいてね、また変わりがあったらね報告させてもらいますしね、このことはちゃんとね病院にもね伝えるつもりでございます。そんな感じでね、左耳がおかしくなったというお話でございました。今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。